皆さん、こんにちは。俳優としても活動しており、多数のテレビドラマや映画に出演していた山田隆夫さん。元妻との離婚理由について紹介します。まずは、山田隆夫さんの経歴とプロフィールから紹介します。山田隆夫は、日本テレビ笑点の座布団運び役であり、五代目霊霊舎馬風門下の落語家、鈴踊り寺社鈴丸としても活動しています。また、70年代に人気を博した男性バンド、アイドルグループ、ズートルビの元メンバーとしても知られています。1970年に日本テレビ、笑点、内コーナー、ちびっこ大喜利のレギュラーに、座布団10枚を獲得した記念商品として、レコードデビューが決定しました。1973年に男性バンドアイドルグループズートルビを結成し、みかん色の恋、恋が危ないなどのヒット曲を放ち、 NHK 紅白歌合戦にも出場しました。笑点の座布団運び役となったのは1984年10月7日のことで、前任者の松崎誠の後任として6代目座布団運び役に就任。以降現在に至るまで40年近くを座布団運び役に徹してきた笑点に欠かせない存在です。1973年にズートルビとして歌手デビューした山田隆夫ですが、1977年に結婚してグループを脱退しました。当時グループ脱退の理由は揮毫結婚するため揮毫とされていましたが、実際には音楽の方向性の違いによりメンバーと山田隆夫の間にすれ違いが生じ、山田隆夫の意思で脱退したと明かされています。グループ脱退と同時に結婚を発表し、お相手が歌手の吉川景子であることを公表しました。山田隆夫と結婚した吉川景子は1957年8月23日生まれのアメリカロサンゼルス出身の女性です。父親の仕事の関係でロサンゼルスで生まれ育ち、12歳の時に日本に渡り大阪で育ちました。高校在学中の1974年に歌手デビューし、毎日放送ヤング OO のマスコットガールやテレビ東京のクイズ番組対決スーパーカークイズの初代アシスタントを務めていた経験があります。山田隆夫と吉川景子の慣れ始めは番組対決スーパーカークイズで共演して出会ったことがきっかけです。対決スーパーカークイズでは山田隆夫が司会、吉川景子が初代アシスタントを務めていたことから仲を深め交際をスタート、結婚に発展しました。そのため2人の結婚式も番組内で行われ、共演者や番組スタッフはもちろん視聴者からも祝福される結婚となりました。1977年に結婚した山田隆夫と吉川景子ですが、その後離婚しています。離婚した時期や離婚原因は明かされていません。ただ噂では山田隆夫の女性関係が離婚原因だったと言われています。離婚後吉川景子は故郷であるアメリカに渡り、現地で別の男性と再婚したと言われています。山田隆夫は元嫁吉川景子との離婚後、現在は別の女性と再婚しています。再婚相手は一般女性で、職業や経歴などは明かされておらず、また再婚の時期も公表されていません。ただ元嫁の名前と同じ恵子という名前であることが判明しています。元嫁は恵子で、再婚相手は恵子で、漢字は違うものの、山田隆夫はどちらも恵子ちゃんと呼んでいます。山田隆夫は1984年に笑点の座布団運び役に就任して以降、2022年現在まで40年近く座布団運びの仕事を続けています。1998年には一度座布団運びの仕事を若手大喜利メンバーに任せることとなり休業しましたが、笑点ファンの視聴者からなぜ山田くんじゃないんだと抗議や苦情が殺到し、1ヶ月で復帰しています。また2020年には新型コロナウイルスの影響で番組がリモート形式になり、座布団運びの仕事が不要になったことで休業に入りましたが、番組に顔を見せない山田隆夫を心配した視聴者から多くの声が寄せられたことで、電話音声や VTR で出演するようになりました。現在はスタジオ収録にも復帰し、座布団運びの仕事に励んでいますが、これらのエピソードからいかに山田隆夫が視聴者に愛されているかが伝わりますね。座布団運び役としておなじみの山田隆夫ですが、
それとは別に不動産投資家としての顔も持っています。17歳の時に不動産投資を始め、現在は自宅物件も含めると総額数億円の不動産を所有しています。2010年に江東区江戸川区に重量鉄骨のマンションに棟を建て、家賃収入だけで月に100万円ほど稼いでいるといいます。座布団運びの仕事以外にも記号大家さん記号の顔も持つ山田隆夫は、さらに2022年に介護の資格も取得しました。介護の資格を取って何の仕事をするのかについては口述で詳しく紹介します。不動産投資家の顔を持つ山田隆夫の自宅は横浜市にある4階建ての豪華な一軒家です。以前は江戸川区に住み、江戸川のスターと紹介されることが多かった山田隆夫ですが、東京都の区画整備で高圧鉄塔が設置されることに伴い、江戸川区の自宅を立ち退いて横浜市に現在の自宅を建てました。横浜市の自宅は3億円ほどの豪邸で、4階建てのエレベーター付きであり、外観はヨーロッパの建物を感じさせる色合いをしています。山田隆夫自身が自宅を座布団御殿と呼んでおり、これまで真摯に仕事を続けた結果、御殿と呼べる自宅を手に入れました。2022年5月、山田隆夫が介護の資格を取得したことが判明しました。山田隆夫は株式会社つくばエドゥースに通って座学や実技を猛勉強し、介護職員初任者研修の資格を取得したことを発表しました。介護職員初任者研修とは、介護の基礎知識や理念を身につけ、これから介護職を始める人のための資格です。そのため今後は介護職として働くのかと話題になり、とある介護施設から週3で働きませんかとスカウトも来たといいますが、山田隆夫が資格を取得したのはヘルパーとして働くためではありません。山田隆夫は将来的に高齢者のグループホームを作ろうと考えており、そのために介護の基礎を学びました。介護施設を作ろうと思った理由については、自身の両親が癌や認知症を患って介護施設に入ったものの、母親が施設暮らしに馴染めず退去してしまい、高額の入居費が無駄になったことで、帰りたいと思わないような高齢者がここが自分の家だ、極楽だと思えるような楽しい施設を作ろうと思うようになったと明かしています。適切な介護、おいしい食事に加え、エンタメを提供したり映画を作ったりと、笑顔のある施設を作ることを目標に掲げており、近い将来の施設開設に期待が集まっています。山田さん、大真面目の本気なのだ。それにしてもなぜ急に介護施設を作ろうと思ったのか、昔の友達に会おうよと連絡すると、親の介護で田舎に帰って戻れなくなっちゃったなんて言われることが増えてきたんです。僕自身も10年以上前になりますけど、高齢になった両親が癌や認知症になって、6人兄弟で実家に順番に泊まり込んで介護した経験があります。あまりに大変なんで、両親には老人ホームに入ってもらったんだけど、お袋は帰りたいとハンガーストライキまでやって、結局出てきちゃった。支払った高額の入居金がパー。そのことを思い出して、帰りたいと思わないような高齢者がここが自分の家だ、極楽だと思えるような楽しい施設を作ろうと思いました。2012年から2から3年間高齢者に芸能の楽しみを届ける公益社団法人虹の会の理事として、多くの高齢者福祉施設を訪問してきたことで施設を見る目も養った。大理石の立派なエントランスなんて不要、木や花などの癒しの方が必要です。そして適切な介護や美味しい食事はもちろんだけれど、笑いも必要です。この秋には青年芸術家協会の会長に就任する予定なので、会員と一緒にエンタメを提供したり映画を作ったりして、笑いのあふれる施設にしたいですね。山田さんを長く応援するある介護施設の理事長との出会いも大きかったという。僕は以前から介護施設で園芸会のボランティアを行ってきました。訪問した施設では涙を流して喜んでくださる入所者の方々との出会いがあり、心を動かされました。理事長ともその活動が縁で知り合い、急ヘルパー2級の取得につながりました。僕は17歳で13坪の中古の戸建てを買ったのをはじめとして、その周囲の土地を購入することで面積を大きくして、2010年に江東区と江戸川区にマンションを2棟建てました。それと同じように高齢者施設もまずは小さなグループホームから始め、
少しずついろんな形態のたくさんの方に喜んで入ってもらえる施設を増やしていきたいと思っています。ゆくゆくはそこへ自分も入って人生を終えたいです。夢が広がるようだが、リスクもある。介護の世界は山田さんがこれまで手掛けてきた不動産ビジネスとは違うだろう。わざわざリスクを取って新しいことにチャレンジしなくても現状維持でもいいのではと思ってしまうが、お金のためにやろうとしたら失敗するだろうけど、僕は自分でも入りたくなるような本当に良い施設を作ろうと思っています。そういう施設に入りたい人はたくさんいて順番待ちの状態なのだから、うまくいかないかもという不安は感じません。僕は自分が建てた2棟のマンションのローンを30年で組んだのに早く返した実績があります。だから今回高齢者施設を作るにあたっても、このマンション2棟を担保に銀行はお金を貸してくれます。貸してくれるということはうまくいく可能性が高いということです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。